探しましたよ、マスター。バレンタインデーなるもの、すべて心得ています。ベリビエールから話を聞いていますから。カルデア全体に活気が満ちているのがわかります。祭りは人心を豊かにするものですね。私も参加させていただいても構わないでしょうか。マスター、あなたは私の臣下ではない。それに何よりも祭りならば無礼講がふさわしいでしょう。王としてではなく、騎士としてでもなく、見知らぬ祭りに興じている一個の人格として、私はあなたにこう言いましょう。ハッピーバレンタイン、マスター。世界のために戦うあなたに祝福を、そして我が清掃を正しく振るわせるあなたに感謝を。受け取ってください。こちらが私からのチョコレートです、と言って渡せるものであればよかったのですが、実はここにはないのです。いえ、すでに用意は終えてはいるのですが、簡単に持ち運べるものではありません。申し訳ありません、今日が乗りすぎてしまった。はい、敬願ですね、マスター。気持ちを込めるのであれば、孝子の憂いなく前例をかけてやるべきだと思い、そのようにしました。したところ大掛かりなものになってしまったのです。私一人で完成しきれるかさえ怪しいほどの規模でしたが、なんとか間に合いました。円卓の騎士たちが手を貸してくれたのです。まったく、ここでの我らは主従ではないというのに。しかし助かったのも事実です。制作にも輸送にもあまりにかさばるので、部屋へ運ぶほかにない規模です。夜あたり円卓から幾人か向かわせましょう。そうですね、きっと円卓の騎士たちも喜ぶでしょう。私もせっかくの祭りは賑やかに楽しみたく思います。